はい、こんばんは、グラファイターです。写実絵画をめぐる千葉の旅もとうとう最終日となりました。今日は写実絵画の聖地とも言うべき保木美術館へ行きます。午前10時の開館に合わせて8時30分にホテルをチェックアウトしてきました。保木美術館へは総武快速線から外房線直結の電車で約40分かけて土気駅まで行きます。土気駅からは徒歩なら20分ですが、今回はタクシーで行こうと考えています。今日も天気が良くてとても気分のいい朝を迎えています。土気駅に到着しました。駅前でタクシーを拾おうと思います。保木美術館へはタクシーで約10分乗車の道のりです。保木美術館に到着しました。ここは2010年11月に開館した日本初の写実絵画専門の美術館。建物を見たら中に入ってみたくなるものをという思想で設計されたそうです。昭和の森に面した地上1階地下2階からなる3層の回廊型ギャラリーは、壁面の目地やピクチャーレール、ワイヤーがなく、展示照明は LED、 紫外線を発せず調光しても色温度に変化がないことが特徴です。絵画の後ろから柔らかい光を発する形ですので、精密画の繊細さをゆっくり堪能することができます。はじめは創設者の保木正夫さんが個人で集めた絵画をご近所の方にお披露目していたのですが、それがやがて話題になり、現館長の保木博子さんとの親子二人三脚で美術館の設立をしたそうです。まだ入館はせず裏手へと回ってみましょう。2011年に日本建築大賞を受賞したこの建物の先端30メートルが宙に浮く回廊型ギャラリーが圧巻です。500メートルにも及ぶ回廊の床には長時間の鑑賞にも優しいゴム素材が使われていて、写実の美を多くの方に心ゆくまで味わってもらいたいという親子の思いがとても感じられます。絵画鑑賞に最高の設備を備えた最新鋭の美術館に写実の美の世界が広がっていることを想像して胸の高まりが抑えられません。館内には食事とワインが楽しめるイタリアンレストランとカフェも併設しているそうですので、心ゆくまで満喫してきますね。コレクションは写実絵画作品約500点、日本最大の森本宗介コレクション36点をはじめ、野田博士、中山忠彦など約60名の現代作家による写実の名品約120点を常時ご覧いただくことができます。では入館します。ただ残念ながら館内の撮影は禁止。ここからは私がとても心を打たれた作品を引用という形で少しだけ紹介させていただきます。最初の作品は生島博士さんの5時55分、6時になると帰ってしまうモデルの帰り際を描いた作品です。そわそわとした感じ、それと同時にモデルの仕事を完遂する充足感、いくつかの感情が行き交う5時55分に焦点を当てています。私もこういった人物画を描けるようになりたいと強く思った作品でした。続いて三重の K さんの言葉にする前のそのまま、色、形、光をそのまま描くことで言葉にならないものを全部そのまま伝えたいという制作意図ですが、目に映って脳で結ぶ像と心で捉えたそれとの差を感情や認知によって変えているそうです。歴史的な名画同様、作品の中のルートや目線の誘導、
両足の色が異なる表現、手が置かれた位置や垂らされた右手の手首、それぞれにいろいろな意味を解釈しながら館内でこの作品を長い時間眺めていました。やはり原画を見るべきと強く感じました。こちらは五味文彦さんの寿影が刻まれるとき、作品の途中段階ではこの影になっている部分に葉がみっちり描き込まれていたそうです。最終的にはグレーに塗りつぶしてしまったとのことですが、その思い切った決断がこの幹にあたる光の美しさを際立たせ、そして影との対比に生きているのではないでしょうか。もうしばらく葉っぱは描きたくないと五味さんは冗談交じりに言っていたそうです。私も見た瞬間にそこにある空間に吸い込まれそうになり、また手前にある光の美しさがとっても眩しかったことをよーく覚えています。最後は野田博さんの新鮮沼、保木正雄氏に捧ぐです。この作品は横幅がなんと7メートル、高さも3メートル近くあります。北海道ニセコがモチーフになっています。私は北海道の人間なので、ニセコは毎年訪れるほどいつも見ている風景ですが、絵の前に立った瞬間、まさに目の前に大自然そのものが広がっていました。このくらいのサイズ感がちょうど実際に見る雄大な風景のサイズだと感じました。まさにリアル、現実が絵の中にそのままある。タイトルに保木正雄氏に捧ぐとありますが、保木美術館創設者の保木正雄さんは2021年6月に逝去され、存命中に完成を見ることができなかったそうです。いろんな意味でありがたみを感じた作品でした。ギャラリーをたっぷり堪能したらお腹が空きました。館内にあるハナウというイタリアンレストランで昼食です。食欲を刺激する程よい酸味と塩加減のプレート、煮込んだすね肉の味わい深いパスタ、シャキパリのシャーベットのデザート、テーブルにも写実絵画、空間全体が幸せの塊でした。飛行機の時間が迫ってきたので画集を購入して保木美術館を後にします。またいつか来たいと後ろ髪を引かれながら帰り道を駅まで歩きます。ここは桜並木かな。桜咲く季節に来てみたいな。旅も佳境です。成田空港へ到着。帰りは重量に引っかからないようにしながら飛行機へと。帰りのフライトは夜景が迎えてくれました。窓の外を眺めながら旅の余韻に浸ります。2泊3日の期間中に何枚の写実絵画を見たのでしょう。数百枚の絵画一つ一つを夜空に思い描いてぼーっと空を眺めていました。いい旅だった。帰ったら山本博樹さんの画集や保木美術館の画集をゆっくり見ようと。無事札幌へ到着。ただいま北海道。
写実絵画を巡る千葉の旅、皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。皆さんもぜひ美術館に足を運んで、動画や写真だけでなく原画を楽しんでみてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。